はい、皆さんこんにちは石山でございますえっ、ー、とこの会場それからネットの向こうに、えー、たくさんの方に参加をいただきましてありがとうございます、えー、最終講義を始めたいと思いますえっ、ー、と講義のタイトルをエンジンの研究40年と、まあ、あの40年研究をやってきましたのでそういうタイトルを つけましたえディーゼルエンジンそれからガスエンジンの IK エミッションの低減それから熱効率の向上、まあ、そのための研究をずっとやってきたわけなんですがどうもまだエンジンのことが分かったような気になってないと、まあ、そういう意味でこの40年の後のところに点々点というのがこうついている、まあ、そういう気持ちであります。 まあですので、まあ、いろんな研究をしたとはいえなかなか決着がついてないものもたくさんあります。まあ、今日はあのその中から、えー、どういうことをやってきたかというのを皆さんにお伝えしたいと思っています。えー、とこれがまあ略歴のようなものになります1980年3月に、えー「兄弟の工学研究科機械工学第二攻 これは池上誠先生の時の修士論文は光電子相関法とその応用についてとありますがこれはレーザードップラー流速計の、まあ、新しい信号処理方法について研究をしたという論文ですそれから川崎重工の方に就職をしまして 8年後1988年に徳島大学の三先生のところに助手になって就職しました1993年にマイケル・ヤム先生のお世話で京都大学の博士号をいただきましたディーゼル機関の排出未燃炭化水素に関する研究という大学です 1996年に今のこのエネルギー学研究科に移ってきましたこの1年前には阪神・淡路大震災が起きていまして、まあ、例の阪神高速の高架が倒れてしまって使えなくなったあその下の国道、えー、43号線ですかこれを京都と徳島の間を車で行き来したのを覚えています。 で2021年3月は、この月いっぱいで定年退職をすると。この間に何か書こうとしたんですけど、スペースもあまりないので、そのまま空白になっています。何もせんまに退職をしたと言われたら、まあ、そうかもしれませんけど、少しは仕事をしています。でそれぞれの部署、 まあ結局はそれぞれの時代にやっていた研究の題目がここにも書いてあります、えっと。川崎重工では大型の白油ディーゼル機関の研究開発、徳島大学ではこれは小型ディーゼル機関ということになりましょうか、燃焼改善に関する研究、で京都大学ではディーゼル機関のハイキミッションの低減高効率化、並びに 代替燃料の活用に関する研究をやっていますもう少し詳しいことをここから説明をしますまず川崎重工業に所属している時の仕事大型の船舶用のディーゼル機関の研究開発ですまあ、大きく分けて 2, と2つほどの仕事をやっていました一つは粗悪油 がエンジンに与える影響を把握して対策技術を編み出すという研究です。この素油っていうのは、えっ、ー、と、これ当時、まあ、1980年頃ですが、えー、第二次石油ショックが終わった後ですね、えー、まあ石油の枯渇っていうのはこれから先も続くだろう。で、まあ、石油会社にとって、えー 儲け頭にななるようなガソリンですねガソリンを同じ量の原油からできるだけたくさん取るような生成の方法っていうのが一般化するだろうとそうした時に、まあ、後に残った重油、まあ、船の燃料になる重油っていうのはだんだん質が悪くなってるこれを粗悪油っていうふうに呼んでる、まあ、将来的に悪くなるだろうと それに対してどういう対策を講じればよいかその燃焼特性の把握から始まってやったというあの対策技術の一つとしては排気弁これはあの高温になって腐食しやすいということで耐久性向上を図るために排気弁の中にヒートパイプを仕込むなんていうような開発もやりましたそれから2番目 えー、高信頼の白油推進プラントの技術開発、まあ、当時、えーまあ、いわゆる造船不況というのが始まっていまして、えーまあ、船舶の受注を、えー、それまでは、まあ、造船大国と呼ばれていた日本ではなくて韓国その他の国に、えー、受注を持っていかれてしまうというようなことになってきた時代ですでその時に なん、えーまあ、とかしないといけないと、すなわち、えー、付加価値の高い、まあ、船、あるいはエンジン、そういうものを開発する技術を身につけて、えー、その苦境を乗り切ろうと、まあ、そういう意味で、特にこれはあの無人化船とまでは言ってなかったですけども、非常に少ない人数で船を動かすことができる、そうするために船舶並びにエンジンの自動化をやると。 具体的には、電子制御のディーゼルエンジンのシステムを作り上げるという技術開発でした。その中で、あ今日はあの、話をする事柄は赤で書いてある。私が担当してやったのが、油圧駆動電子制御の給排気あこれの開発について、後ほどあ、次に説明をしたいと思います。徳島大学では、 PM、未燃炭化水素とか PM の排出特性を明らかにして、それを低減する方針を見つけるのが一つ。で二つ目が、もうちょっと基本的にディーゼルホームの着火燃焼の過程を明らかにしたい、基礎研究ですね。これは急速圧縮膨張はない、急速圧縮装置を使ってやった研究。 で、過去1、過去2とあって過去2のところを後で説明します。まあ、着火過程を理解するのに、まあ、科学的な過程がどういうふうに進んでいるかということを、まあ、理解したいということで、ガスサンプリングをやってた、その話。3番目は、微力化に関する研究ってなってます。 ナノスパーク光源っていう30ナノセック、これあの電気火花なんですけど、半値幅が30ナノセックっていう非常にあの瞬間光源を使って可視化をしてそれを解析するっていう、この可視化の部分を少し後で話し。兄弟ではあの最初映ってきたときに、 池上先生と3年間だけご一緒させていただきまして、でそのとまに、えーまあ、池上先生、こういうのをやろうじゃないかと言われたのが、ガソリンエンジンの、まあ、損失の解析、もう一つは空気圧縮期間、これやってたんですね。これ、あの辺り出てきます。えーっと あの、車がブレーキをかけた時の制動回生なんです。それを、あの、高圧空気の形で溜めておいて、後でそれをど、そこから動力を回収、あの、アシストするというもの。で、から、PCCI ですね、横の圧縮時着火の研究。これは、あの、シングルシリンダーのエンジンとか、 低用燃焼装置を使って、ディーゼルベースのものと、それから天然ガスですね。の PCCI、長いこと研究をしてました。ディーゼルの方について後で説明をします。から3番目に、えっ、ー、と、これはもう徳島大学の時からの続きというか、まあ、ずっとやってたことなんですけど、燃料噴霧とかガス噴流の 高燃焼過程の研究、まあ、これもあのディーゼル燃料とそれからガス燃料と両方やってましたけどディーゼルの方について後でお話をします天然ガスエンジンの燃焼回線これは、えー、っと弱式ポンプを備えたディーゼルエンジンを転用した DDF デュアルフィールエンジン ここから始まって、グロープラグ添加をやって、さっき出てきた PCCI、天然ガス PCCI をやって、で、ここのとこずっとやってたのが、あコモンレールの噴射装置を備えたエンジンで、気迫混合器を使った DDF、ディーゼルデュアルフィールのーこの3番目のやつを説明します。 で、最後のところにあるのが、まあ、熱効率の向上。あんまり、あの、熱効率を上げるぞっていうことをこう、はっきりと言いながら研究をするっていうのは、まあ、大学一般にそんなにはなかったんですけど、これが2014年から18年かな。SHIP ・革新的燃焼技術プログラムと。 いうまあ、政府からの補助金、まあ、国プロみたいなこですね、まあ、ここでディーゼル燃焼を担当して、熱効率を向上させるための研究というのをやった、ちょっとずつあの説明を加えていきます。最初が川崎重工の時代にやってた、高信ラ度ドハ用推進プランという技術開発という形ですね。 当時はまだ造船大国や造船大国と言われていてその看板がだんだん下ろさなあかんような具体的に言うとまあ韓国とかそういうところにまあ船の受注を奪われていくエンジンの受注を奪われているそういう状況だったんですけどでそこでまあ付加価値の高い技術を獲得してで、えー 差別化を図ろうとそういう目的で、まあ、陸上からの遠隔操作で船大きな船を動かすというようなそういうそのための技術開発をやるっていうのがありましたでエンジンも当然ながらこの自動化をするということになってで私が担当してたのは下の括弧2のところにある吸排気ペン系の 電子制御か、まああの油圧駆動にして電子制御するというものでした。で、ちょっとごちゃごちゃしてるんですが、もうあの、結局最終的に作った、これは排気弁、吸、ま、気、あ、弁も同じような姿ですけど、排気弁の駆動装置ですね。で、まあ、普通の これちょっと普通の姿に見えないかもしれんけど、ボアが40センチとか50センチとかいう、まあ、大きなエンジンの弁で、弁は一つ一つがこの弁ケージと呼ばれるカゴなんですけどに入っておって、これごとシリンナーヘッドにズボって突き刺して使うようになっています。で、まあ、通常はこの弁をカームで動かす。 わけなんですけど、それを油圧のピストンですね。これで動かすっていう。えっ、ー、と、右の方から、えー、高圧の作動油を送ると、この面積差でもって下向いて、えー、ピストンが面を押す。ちょっと開くと。そのまま放っておくと、この油圧ピストンの下側が ストッパーに激突するので油圧絞りこれ3つほど見えてますけど油圧絞りでブレーキをかけつつ止まるというそういうものです、ね。反対側も同じように油圧絞りがついています。便のスピードを上げて、まあ、高性能化をするという要求があったので、えーまあ、油圧としては35メガパスカルっていう。まあ 当時としては高い揺らを使ってました。で、スピードを上げるとどうしてもベン、まあ、ご存知の人はご存知と思いますがバウンスが起きるっていうことで、まあ、このピストンとベントの間が離れてしまうということが起きるので、通常のスプリングの機械式のバネじゃなくて、空気バネを使っている。非線形バネですね。線形バネを使って なんですけどこれをまあ考案した一番最初の姿というのはこれとだいぶ違っててです、ね、例えばここに今赤丸書いてあるところは1本だけの管でこの辺でこ,のこっちから帰ってくるところが合流していてアスピストンには1本しかパイプがいってなかった、まあ、それであの原理的には動くんですけど 作動油の温度がどんどん上がってきて使い物にならんかなと。あの使ってる作動油の量ってそんな多くないんで、しかもどこにも出ていかないので、こっちから押しても向こう側にある油はこっちに戻ってきてまた行くじゃなくて、ずっと同じところにおるわけですね。そうすると途中に絞りがあるので温度上昇が起きてしまう。まあ、そ,そうすると 蒸気が発生したり、サトの中に蒸気が発生したりする。というんで、この今、絵にあるような、この2本戻りがある管路にしたそれから、こんなんもっと勉強して作れるようなっていう話なんですけど、このピストン、こうツルツルなってますよね、ツルツルなってますよねであのこんなピストンって油圧機器としてはありえないあですね。あの やってみたらわかるんですけど、あっちおまで焼き付きます。これはまあ、ピストンの姿勢が安定しないからですね。で、結局あの、いろいろ勉強して、左上にあるような、こういう細い溝がついた、油溝があるようなピストンをくっつけると、バランスして、えー、きれいに焼き付かずに動くということがわかる。 っていうような、いろいろ勉強させていただいて、この自分にはこういうものを作って動かすと。で、うまくいくということに喜びを感じ取ったという具合ですね。えっ、ー、と、むちゃくちゃ時間て。この弁のシステムっていうのは、あの、 カムに比べると消費動力がすごい大きくなるで、特に排気弁の場合にはあの弁が開くときに盗内圧を受けながら開くそうするとかなり力が必要だから高い油圧は必要なんですけどその盗内圧っていうのはエンジン出力によって変わっていくわけです、ね だからエンジン出力に応じて出力が低い時には弱い力出力が高い時には強い高い油圧でっていうことをしないと無駄が多いと。で、まあ、ここはあのじゃあエン,ジン出力をそのまま検出するというわけにいかないんだエン,ジン出力というよりもこの排気弁が開く時の圧力がいくらかっていうのを測るということはできないので結局は 投入熱量の、まあ、何割か変動はありますけどが排気損失になるその大きさによってこの圧力が決まるので最終的には燃料噴射量を検出してでそれに応じて油圧を変えるというようなことをやります。カムがついてるとこんなこと考えなくていいんですけど油圧になると随分 いろいろ考えないといけないことができてくるというのを感じました。この調子でいくと半分ぐらいしゃべったらもう終わりかもしれない、ね。えっ、うん、<laughs> と。これは徳島大学でやった研究です。えっ、ー、と、まあ、ディーゼル本部の着火燃焼理解しようというもので、特にあのここでは、 今後形成要するに、まあ、あの燃料が蒸発して空気と混ざってとっていう物理過程あ微粒化もありますけどとともに化学反応がどう進んでいるのかっていうのを、まあ、今では結構研究されてきてるんですけど当時この特に高級炭化水素の化学反応過程なんてほとんど知られてなくてでもうちょっと情報が得られないのかっていうことで 燃焼中のガスを採取してどんな成分が含まれているのかなというのを調べていったとあとはもう高級炭化水素は無理だけど、まあ、低級炭化水素の酸化反応過程から類推して何が起きているのかということを調べようとしたわけですでそのために、えー、急速圧縮装置これは宮先生がやっておられて 兄弟から最後はまあ徳島大学に持っていかれたフリーピストン型の RCM というすごいよくこんなの考えたなと思う、えー、RCM です。で、これに全量ガスサンプリング装置って呼ばれる装置を組み合わせて、今から紹介するのはこの炭化水素の時間変化を把握すると。この頃の こういう図面とか、電子ファイルじゃないんです。<laughs> もう一生はないんで、えー、これは私のドクターロームの中に書いてある絵を、まあ P、PDF じゃなくて、ドクターロームの紙からスキャンして持ってきました。この左側のこの20って書いてあるところが、これ直径60なんですけど、燃焼室。 上にノズルが見えてますこう下にこうピストンが見えてますけど、こ下側にこのシリンダーが長いシリンダーがこうあってで、高圧ガスでこのピストンを、このピストンはスカートとスカートとクラウンしかない。コネクティングロードがない。で、これを高圧ガスで吹っ飛ばして、で、このストップリングで書いてあるところに食い込ませて止めると。 ものです一回一回食い込んだやつを必死になって外してで次の実験をやるというそういうものですね。まあそうやってここに定用状態を作り出して、えー、噴射をして燃焼させると。でその時にこの壁のところに薄い膜を貼っておいてである時間が来たらこの右側に見えているこの針みたいなやつですね。針みたいなやつで 膜を突き破って、で、このタンクの中にガスを急膨張させて反応を止める。でそこからガス黒へ入れて、えー、成分を調べる、まあ。こんなことをしてる。これ、あの、ここにバネがついてて、この矢をこう引き絞ってフックで止めといて、で、次のページにありますけど。 フックの反対側をソレノイドで支えといて、ソレノイドをサッと下に引くと。そうすると、フックが外れて、針が膜を突き合くという、機械式の装置でした。これがなかなか、いつも全く同じ時間に破れるかというとそうでもないという、大変な苦労しないとデータが取れない装置です。 で、まあ、それはいいとして。で、これを使って、これも何回あったかわからんぐらいサンプリングを試行して、ね、でその中からメソステが揃っているデータを、えー、選んでくるっていう方法で、メソアス率がんですねで。各時刻の、これは低級炭化水素ですけ、ね、ど、成分の組成を調べて でまあ、細かいことはもういておきますけど、ここにまあ一番背高く出ているのが着火遅れ、まだ発発熱が発生していないところですね。いやい熱を発生してるかもしれませんけど、熱発生率ではそんなに見えてない。まあ、ここではエチレンとかプロピレンとかアセチレンといったような不法和の炭化性質がいっぱい。まあ、でっかい燃料の分解生成物ですね。 で、そこから後ろに行くと、今度はメタンがたくさんになってくる。で、これは、あの、加納混合器からできるメタン。で、一方では、これはス,スースができてるに違いない。ここでは測れないんですけど。そういうあの燃焼過程であるということを考察しています。で、あ、これは、あの、私がやったわけじゃなくて、三和先生と 池上先生がこの RCM を使って、これ割合年代が新しいですね、まあ、あの発表されたのが多分だいぶ後だったと思うんですけど、取、えー、った着火遅れの、噴霧の着火遅れのアリニュースプロットってやつですね。で、これがあの有名な高温側と低温側で傾きが違うという。 でこれがなぜなのかっていうのは、まあ、定性的にはあの説明をされていたんですけど、えー、これなぜなのかっていうのをやっぱり知りたくてでちょあと後の方に出てきますあのそういう研究もやりました違う話次はあの微流化に関する研究っていってもあんまり、えー、突っ込んで結局研究しなかったんですけどナノスパック抗原っていう先ほど言った 非常に短い時間光るようなあスパーク光源ですねで。電極があってその間にこう絶縁破壊して火花飛ばすまあこれを使った研究のことを少しだけ。えー、と対象にしたのは、まあ、低用容,容器の中の蒸発で加圧雰囲気の中、まあ、窒素です、ね。 噴射した噴霧で、で、このナノスパック工芸を使って瞬間映像、拡大映像を撮ると。それを観察する。あるいは、その映像から液的の分布、空間的な分布とか、液的形、形、こういうのを解析する。これも、えー、っと、ズームの電子ファイルなくて、 ちょっとぼやっとした図になってますけど、えー、ここにま噴霧の容器があります。まあ、窒素を詰めといて、そこに噴射をする。噴射の装置は、えー、と多くの人は知らないと思いますけど、弱式の噴射ポンプですね。これわかる人、相当古い人ですね。<laughs> えーとこれの、えー、燃料量を決めるラックっていうのがあるんですけどそれを無噴射の状態からある決めた位置までソレノイドでこう瞬間に引いてで噴射をさせてタイミングを測って光らすとそういうものあですフィルムカメラを使う、まあ、最初は3 5ミリそのうち67番のカメラを使います、えー、カメラの方は シャッターを開けたままにするので、これ暗闇でしかできない。もう大変です。全然チャーフスイッチを触ってもうたり、もう偉いことですで。左側にある、あ、ここがスパークギャップと書いてあるのが、この左側にあるナノスパーク光源という。でこれはあの、阿南高専の宮代先生という方があの開発された、非常に強力な、しかも短い間光る。 そういういです電極のギャップが3ミリという、まあ、非常に大きなただあの脇のところに、えー、これ何て言ったかな予備電極みたいなやつがついててあらかじめその辺りをこう電離させておいてから高圧をかけるっていうそういう。 でこれのスイッチング回路の中にあの、大型の真空管、名前忘れたな、サイラトロンか、使ってまして、なかなか手に入らないんで、どこや、ロシアなんか輸入して手に入るぞって言われて、でじゃあ、カブアつって、言ったら、何のために使うんや、理由をかけって言われて。 あの軍事利用ができるようなあのレーダーとかね、ああいうところに使うようなものですよね。まあまあそれ、それはいいとして。で、これで写真を撮るわけです。えっと、残念ながら、これも印刷物から出てきたものなので、液的なのか汚れなのか <laughs>、があまりよくわからない状態ですけど、これは、えっと、10、50、90マイクロセック、噴射始まってからの。 噴霧の映像になっています。特にこの10マイクロセック中いう出始めのところは、あの、実にいろんな形のものが出てくるので、まあこれが代表例ではないです。根元の角度がこう変わっていってるっていうのはわかると思います。まあ当時あんまり注目してなくて、そういうところも見ろやなっていう話なんですけど。 もうちょっと鮮明な写真を見るとこんなふうになっています。これちょっと時間が経ってて150マイクロセックなんですけど、えー、と根元近く周辺には非常にたくさんの液滴が分布しているのが分かると思います。まあ、こういうのがあの噴霧の最初の着火に効いてるかもしれんというようなことを言ってました。 ちょっと伸びたこれは35ミリほどに長さが伸びた噴霧の先端部なんですけどこれ大気圧で噴霧を飛ばすと先端部こんなふうにリガメントだらけになってるっていうことが分かりました。あんまりその先を考察してないんですけどね。でこれが加圧雰囲気になるとこれは1メガパスカルの数ななんか脆くなったような。 ボロボロと、あのリガメントはあるんだけど、そんな長いのがないというような様子が見えます。この時はまあ観察をしてで、見えたことをまあ説明するということに重きを置いてまして、あ、それだけじゃなかったですね。あの、液的の形状とか大きさのを調べても、当時はあの、まずフィルムカメラに写真を撮って、でネガを 台の上に置いてそれを CCD カメラで読み込んでいって、濃淡を読み込んでいって、それをまた PC でっていう、まあ、非常に面倒くさいことをやってましたで、これでまあとにかく円相等直径、これはあの、まあ、映像を見ると、その円形に見えてるやつはほとんどないんで、同じ面積を持ってる円の直径。 っていうまあ、そういうもの。それから分散度っていう、周囲の長さの地乗面積で、まあ、これ、形を示すパラメーターですね。で、これを深淵深淵だと4倍かな、えー、だったかな一手地なんですけど、深淵とまあ比べて、どれぐらい形が歪びつになっているかというのを調べるっていうようなことをやりました。 で何を考察してたかちょっと忘れると思うんだけどあのこ、こういう結果が得られて、例えば、まあ、左の写真、これはだんだん伸びてくる噴霧の先端部の同じ長さの部分を切り取ってきて、で、液、え、滴、ー、の直径 D と、から形状ですね、先ほどの分散度、円の分散度で割り算したですね。 1>, 1っていう値の時が円になるんですね。<laughs> 調べと、まあ、あのこの画面の取り方、画面っていうか、測定領域の取り方って非常に難しいんですけど、これをまあ素直に見ると、時間が経って伸びていくと、その噴霧の先端部には、非常に大きな粒、それからいびつな形の粒、 がとでまあこの辺までやってで私京大に来たのでそこからあとはこのナノスパック光原これをダブルパラスで使って液的のスピードを求めたり、まあ、あの非常にたくさんの成果を挙げられていますえっ、ー、と京大に来て最初の頃にやってたのがこの空気圧縮機間 えっとこれはまあ概略的な図ですけど、何をやろうとしてたかというと、これディーゼルエンジンですね。まあ、これが動力を発生して車を動かしている。ブレーキをかけたとき、噴射はしてないんですね。に、ここに弁をつけておいて、このエンジンは圧縮機、空気圧縮機として使う。 で、このエアタンクっていうところに高圧空気をためる。で、ここから高圧空気を取り出して必要な時に、こっちがエクスパンダーですね。足腔の逆です。エクスパンダーを使って、今度は動力を取り出すと。まあ、動力アシストまあこういう指数。あの、 もうお気づきと思いますけど。ディーゼル圧縮機を使って、圧縮空気をタンクに溜めて、しばらく置いとくと、冷める。冷めると圧力が下がる。ということですね。あまあ、あの、まあ、ちょっとこの図のままでは、多分、実用にならないと思いますけど、いわゆるあの、CAS ですか コンプレストエアエナジーシステムっていうあのタガスタービン使ったあの高圧空気を貯めといてそれを星しいに使うっていうのがありますね。まあ、あれの類に似てると。で、えー、これのまあ研究なんですけど、まあ、あのなんか可燃費あったからね。可費を当ててて。で 車作るとか、車作るっていうか <laughs>、実写で試験するとかで、なんかそんなことになってたんですけど、まあそこまではちょっとできなくって、このエキスパンダーですね。エキスパンダーのところの、まあ性能、あの、これを試作して、まあどの辺まで性能いけるのっていう話をやりました。これちょっとあの、このエキスパンダーの頭のこの弁の部分だけが今、 見えてますけど、これを下まで、こんなクロスエイドにはなってないんですけど、こんなものを作って、性能を見てみまし。これ、バルブなんですけど、要するにあのエクスパンダーのサイクルとい右にあるようなことになっていて、えーと、6番、2番、ここの長さを変えることによって出力を変えると。まあ、つまり、このバルブの改変期間を調節して、 取り出すパワーを変えるっていう、あ仕事を変えるということです、そのために、可変の、えー、改弁期間をそ可能にするような吸気バルブが必要と,ということで、これ、えっと、ここにソレノイドがあ、まあ、ソレノイドでこの弁を上に引くっていう方法で、でそのお改弁期間を調整しながらパワーを 変化させまあ、こんなことをやったまあこれ、あの、えっ、ー、と、エクスパンダーなので、入ってくる空気と中の圧力、空気の圧力と中の圧力っていうのは、えー、同じぐらいか、あるいは入ってくる方がお高いか、ということなので、これ、外開きなんで、外開きっていうのかどうかわからないですけど、この絵でいくと、上に向かって開くように作ってある。 でまあ、実際にこの改弁期間をこれがそうですけど短い中くらい長いとこういうふうにすると PV ンズがさっきの模式図にあったようにこう太ってきてパワーが取り出せるっていうただまああのちょっと改弁期間を変えるだけでものすごい必要が変わってしまって制御ができないというような問題があってバルブの形状を工夫してそれをまあ解決できるって ということを示したところまでがこの研究だったんです。えっ、ー、と、兄弟電の研究の2つ目は、ディーゼルベースの PCCI 燃焼に関する研究です。これは短気筒のテストエンジン、それから、えー、低用燃焼装置を使いながら、 いわゆるディーゼルベースっていうんですから、燃料は噴射すると。あの、え、吸気から均一混合気を吸い込むんじゃなくて、噴射によって、均一混合気を作るっていう、まあ、PCCI ですね。これの研究をやってました。まあ、注目点としてはあの、低騒音、低ノックスにするにはどうしたらいいどいどうしてもその、次出てきますけど、単断噴射で PCCI やらそうと思うと、 騒音が問題になってきてきそれをまあ二段噴射でなんとかならんかと、まあ、そういう研究になります。研究のやり方としては、えー、シングルシリンダーのエンジンで実験をするのとその実験結果のまあ解釈をするためあるいは基礎的に NOX とこれ最大熱圧率って書いてあるのはここの 圧力上昇率 PRR と書いてしまいましたけど圧力上昇率と等価だと思っていただいたんですけど、まあ、NOX や最大熱発生率との関連を基本的に捉えようという、まあ、そういう研究だったんです、まあ、当時もうすでにこの PCCI のことについてはいろんなところで研究があってその特性は分かっていたんですけど 我々としては、まず、えー、何が困るのか、えー、どんな悪いところがあるのかというのを、やっぱり自分自身で調べないといけないということで、もう多分表に発表してないデータがたんまりあります。まあ、自分で納得するっていう意味ですね。<laughs> え例えばこれは、<laughs> 横軸に総括投了費ですね。まああの エンジンに投入した燃料と空気の比ですけど、これに対して、平均有効圧力とか、NOX、それからこの EPDC マ MAX っていうのが最大圧力上昇率で、まあ、騒音と比例とは言いませんけど、えー、騒音に対応する。それから COCOV、CO v まあ、燃焼変動ですね。まあこういうものを調べていくと、燃料が少ない側、<laughs> 動力費が少ない側では CO が非常にたくさん出てくる。燃焼の安定性が悪い。燃料を増やしていくと今度は圧力上昇率が、まあ、つまり燃焼騒音が課題になると。まあ、こういう性質があるということを確かに。あこれ EGR なしですね。確かに、ね で熱圧力を見ると、えー、燃料を入れていくに従って、非常に早い時期にまあ着火が起きるようになる。まあ、仮想着火の特徴が見える。それからもう一つは、えー、ライナーに燃料が付着して、オイルの中に混入してしまう。この右側にあるのが、カーボンアンバランスと我々が出たので、 入れた燃料の量と排気ガスの中に出てきた炭素の量とを見比べて、えー、ミッシングマスじゃないけどどこにいたかわからんようになったのが何パーセントあるかっあいうそういうことを調べていくと、まあ、PCCI の燃焼の様相を示すような早い噴射時期ではこれは精度が悪いとは言っても30%とか、えー、そんな高い割合になる。 でこのぐらいになると実際には潤滑油の色が全然変わってしまう。で粘度が下がってしまう。まあ、こういう問題点を一通り確認をしました。で、えー、どうやって改善するかを考えていくのに、これ、単断噴射のままで低圧縮ひか <laughs> して EGR をかけていく。噴射時期はできるだけ遅い方へ持っていく、やっていく。 それでもやっぱり、まあ、ノックスは非常に低く抑えれるんだけどもあるいは圧力上昇率を低く抑えれるんだけどもここで言うと CO、まあ、未燃分が爆発してしまうということが問題ででそれで2段噴射にしてなんとかうまくいかんかっていうのがまあこの話になっています。 まあ、あのこれ、最適値を今書いてるわけじゃないんですけど、えー、この騒音の指標になる圧力上昇率を、単断噴射だとここが問題になるところを低くできる。えー、もちろん、すすは低い。ノックスは思いっきり低くはないんですけど、まあそこそこ下げる。だけど、 結局二段噴射をやっても一酸化炭素の量っていうのは通常ディーゼルより多いくて熱効率がまあ下がり気になる。まああのこれ最適値ではないんですけど、まあいろんなパラメータを組み合わせながらえ燃やし方を変えてでまあ段々の PCCI に比べてメリットが得られるようなところを探していくっていうのをやっていました。 この研究の一環として、この NOX と圧力上昇率、両方を混合器の作り方をうまくして、両方を低くすることはできないのかっていうことを検討する。これは基礎的な話なので、えー、低用燃焼装置ですね。と、ガスサンプリング装置を使った研究をやる。 電子装置は、これはあの、えー、希薄なエチレン水素混合器、これを燃やして高温にして、要するに汚れた高温空気、高温高圧空気を作って、その中に燃料を噴射して、えー、計測をするというものです。ガスサンプリング装置は、最初にお見せしたものから、 フックをソレノイドでっていうんじゃなくて、空気圧駆動に進化しています。まあ、あの、このことによって、大分再現性というんですか、打率が上がっていくということになりました。で、ここで上がったのはノックスになります。燃料を、これ PRF ですか、ノルマンヘプタンとイソーオクタンの混合物を割合を変えたもの。 分光計を4種類。これを噴射圧力のいろんな噴射圧力と組み合わせ。とにかく非常に広い条件範囲で、この NOX、それから圧力上昇率の代わりに最大熱圧力、そういうものが今後の進み具合でどういうふうに変わっていくかとおっしゃった。でこれも いきなり結果なんですけど、えー、今後の進み具合っていうのはなかなか難しくて、そういう指標っていうのは、あの、いろいろ考えられると思うんですけど、結局のところは、着火するときの噴霧内の平均燃料質量分率、まあ、投量比でもあります。としました。もちろん、あの、燃料質量分率は計測できないので、 計測してないので、噴霧の,のモデルを使って、これはあの大半が噴射が終わってからの着火になっていますので、噴、え、射、ー、中は時刻の2分の1乗に比例して噴霧が伸びていって、その後は噴射が終わったら4分の1乗といったのを組み合わせて、えー、モデルにして、 空気量をを求求めめてて平均燃料出分率を求めてあります今だったらマスカラスのモデルなどを使えばいいということなんですけど、まあ、この時には、えー、マスカラスのモデルを使った時との違いというのは多分1/4に変わる繊維期間がない状況いですかね。そこをちょもうすぐつないでしまってます。 ただまあ、最終的には、あの、壁に当たるので、壁に当たる噴霧のシャドウグラフ映像から、壁に当た,当たる前も後も体積を求めてやって、で、そいつにフィットするように調整をかけているので、結局は、あの、その物理的なモデルがまあどこまで正しいのかに関わらず、実測には合ってるようなもの。 要するに、横軸が着火時の燃料質量分率、もしくは投量比。縦軸が熱発,生熱発生終了時のノックス。っていうふうになんで。で、まあ、EGR を想定して酸素分率の違う3つがありますけど、これを見ると、燃料質量分率が0.04よりも低くしてやると。まあ、要するに、あの、 混合器を薄くしてやる,やるとノックスが減るんだけどどこまで薄くしたらいいのっていう話ですねこれ。投量比でいうと0.6ぐらいよりも低いところに下げてやるとノックスが減ってくれるということがこれでわかります酸素分率が変わってもそのこと自体はそんなに大きくは変わらないで一方まあこれは結構データがばらついていて ちょっと微妙なとこありますけど、これが最大値察せ率。まあ、エンジンで言えば騒音の指標になる。これはあのノックスがあ投量比0.6よりも小さい時に減ってくれるのに対してもうちょっと気迫側にピークが出るようなことになっていて、ノックスが減ったから 圧力上昇率や熱発生率の最大値が減ってくれるかっていうと、もっと頑張って気迫しないと下がらんということです。あの、気迫化だけでいこうとするとですよ。っていうような、まあ、ことを見ながら、エンジンのデータも見ながら考察をやっていたということです。これはその後で、えー、っと、確率化テロン着火モデルとか、燃焼モデルも使って、 えどういう条件を作ると、条件というのは、今度はエンジンベースなので、噴射圧力とか、噴光計とか、えー、低ノックス、極低ノックスになるのか、圧力上昇率を下げれるのかという、そういう検討もえやってもらいました。あの計算なので、あれ、名古屋たかな、噴射圧力が300とか400とか。<laughs> 400メガとかやりましたけどそこまでやってもなかなかノックスや圧力重症率では下がらんちゅいうことが分かって残念でした。うん、えっと噴霧の着火燃焼過程に関する研究で最初の時に RCM での宮先生の 研究結果のところに出てきた噴霧の着火遅れは低温側と高温側で、あれニュースプロットすると傾きが違ってるっていうですね。えっと横軸に温度の逆数とってありますので、右手の方が、この右手の方が温度が低い、左側の方が温度が高いところ。 まあこれを見ると、温度が高いと着火遅れはあまり温度に依存しない。温度が低い方に行くと、非常に敏感に温度に依存すると。まあ、これ、よく知られた噴火の着火の特性です。縦軸はこれ、対数弱で取るのが普通ですね。でこれの説明としては、これ、タオ B とかタオ C とか書いてありますけど、 えー、まあ、高温では、タウ C、すなわち、化け学的な遅れっていうのは非常にわずかであると。で、物理過程が立足になって、このタウ P というのがそうなんですけど、温度にあんまり依存しない物理過程が、えー、立足になるので、着火遅れとしては、温度依存が弱い。 というで今度逆に低温になると今度は化学遅れって呼んでますけど化学過程が立足になってその活性化エネルギーみたいなものによって傾きが決まって非常に急所になると、まあ、こういう説明がされていた。 今もう少しその中身を知りたいということで、計算、ここに書いてある確率化テロン着火燃焼モデルの計算を使いつつ、実験結果とを両方見て、どんなことが起きてるかという、まあ、そういう考察をしてたわけです。このモデルの、まあ、詳しい説明は、まあ、なしにしましょうか。 あんまりなしにしたらわけわからない。ちょっとだけですね。これはもう塩地先生、池上先生が最初に作りになったモデルをベースにして作ったものなんですが、えっ、ー、と、まあ、燃焼室の中、この本物の中と外っていう2層のモデルになっていて、えー、空気とか、あるいは混ざってる最中の混合器とか、まあ、これを 小さな流体の塊の集団、非常に多数の集団というふうに見なすわけです。で、混合の過程、混ざっていく過程というのは、例えばここの下に書いてあるように、白い空気と真っ黒の燃料がぶつかると中間の濃度のものができると。まあ、こういう過程を まあこれ修正カールモデルって言ってます。今後をシミュレートするのに、こういうモデルを使う。で、この時に、まあ黒とか白とかいうのは何のプロパティかというと、化学種の質量分率であったり、あるいはエンタルピーであったりということになります。で、それぞれのこの小さな粒の中で、 シュライバーモデルと呼ばれるような、まあ、燃料の酸化反応ですね。これを計算するし、から、窒素酸化物の生成過程を、ゼルドビッチ、拡張ゼルドビッチですね。メカニズムで計算をしていって、えー、その時刻時刻で、全部のこの流体、書いて言ってますけど、まあ、小さな、えー、この流体、混合器の単位ですか。 これを全部集めてくると、燃焼全体として、どんだけの窒素,素化物ができたかとか、あるいは熱が出たかというのが分かってくるというモデルになります。で、この時のこの、これ衝突細分散って言って読んでますけど、燃料と空気がこう当たって衝突して、で、融合してもう一回2つ分かる。で、これの 衝突する頻度っていうのが噴射圧力だとかノズルの直径とかそういうものでこう決まってくるような仕組みを作っている。でこれで噴物の着火の計算をやるわけです。白丸のプロットこれはア,レアレニウスプロットですね。 温度の逆数と、それからログスケールで取った着火をれ。これ白丸がプロットで、低4燃焼装置で取った実測値。まあ、こう曲,曲がってる様子が見えると。で、計算すると、この下を行ってます、この線のような。えー、ちご取りやないかという話なんですけど、まあ、絶対値合わせるっていうことにそれほど意味を感じてなくて、この傾向が、 非常によく似ているということで、まあ、よしとする。でところでこの高温部と低温部で傾きが違うのはなぜかということを考えていくと結局のところは、まあ、あの先ほど述べたような定性的な議論で追うてるわけなと思ってるんですけどあの低温側では化学反応の活性化エネルギーに対応する傾きになる。 でえー、温度が高い時には、えー、最も反応の早い混合気が着火の引き金引き金っておかしいですね着火遅れを決めるっていうそういうことになるんですでその様子というのが、えー、ちょっとややこしい話になっちゃいますが先ほどのモデルの中に出てきたこのちっちゃな空気なり混合気なり燃料のこの粒ぶですね がここに見えてると思った。そんなこと言っていいのかな。まあ、あそまあ、ちょっとざっくりした言い方で、そういう。3つの雰囲気温度、750、800、900K で、まあ、左側からこう時間が進んでいって、で、これ横軸が温度になってますんで、右の方にこう飛んでいくっていうのは、これはあの着火してるっていう、そういう意味にな 縦軸にとってあるのが投量ちょっと非常に簡単な説明で済ませていただきますけど、まず、温度が、雰囲気温度が高いときには、どこかしこも着火すると。えつまり、濃い混合気だろうが、まあ、薄いあんまり薄いのはないですけど、まあ、薄い混合気でも、どこからということなく、温度上昇が始まるというのが特徴。 でこれはあのよく言われる、まあ、ディーゼル燃焼っていうのはどこか,から引き継るんだという話を言い表しているものです。温度が下がってくるとそうはいかなくって、えー、先に混合が進んでいってから狭い範囲の投量費の狭い範囲に入った混合器のとこから着火をします。まあ、つまり均一混合器の着火に近いような状況が作られる。もちろん 物理過程の企用がありますので、反応の活性化エネルギーそのものにはならないんですけど、それに近い傾き、急な傾きが出てくることになるということです。あ,あら。と、次に、天然ガスエンジンの話を少し。 えと気迫 DDF 燃焼と書いてありますけどこれはあのこの右上の図にあるようにですね、えー、天然ガス空気混合器を吸気しておいてでその中に、まあ、少量のっていうことですけど軽油を噴射して、えー、それを火種にして天然ガス横合気を燃やすっていうタイプの、えーえー、DDF 燃焼ですね。 でこの混合器が希薄であるというのがこの希薄ってついてる意味です。まあ、どれぐらい希薄なのかっていうと、投量費でいうと、経由と合わせて0.5、まあ、空気化調理師2っていうような、えー、かなりリーンな条件。で、このお燃焼の問題点というのは、あのー、未燃分がたくさん出てきてしまう、燃え切れない。 それがノックスとトレードオフになるというところが問題になります。で、それとともにこういう横合気の燃焼と風務燃焼、ハイブリッドの燃焼になっているということで、減少理解がやはり必要だということになります。研究の方法としては、短気筒エンジンで実験をするのと、急速圧縮膨張装置で可視化実験をする。 数値計算をするなどなどのアプローチでやります。この左側のグラフに見えているのがこの気圧燃焼 DDF の問題点ということになります。横軸には噴射タイミング、まあ、経由を噴射するタイミングがとってありますけど、ぱっ、まあ、と見この HC とか CO と NOX は逆向きの形をしているということが。 分かると思いますし特に THC の排出レベルが非常に高いとか分かると思います。で、えー、とこの燃焼をなんとか改善してあの気悪にすると熱効率のメリットがあるということなのでそれを生かしたいというそういう意味であの、まあ、未燃分と NOX 両方抑えたいというそういうことに で特にあのこの軽油の噴射タイミングの早い側に着目をしてそこが改善できないかと。早い側っていうこともないか。いや、早い側ですね。ということを考えていました。でちょっといろんなことをやったんですけど、その中で2段噴射の DDF というのを紹介しておきます。で通常の DDF ですと、この青い字で書いてあるように。 一段だけ噴射を一発だけ噴射をして、まあ、それで天然ガス横後きに火をつけるとでタイミングを早くしていくと、まあ、ノックスを下げれる、まあ、だけど、えー、着火が非常に不安定になるのと未燃分がたくさん出るようになるという問題がでこのもともとこの軽油の働きとしては なかなか燃えがたい、希薄な天然ガス混合きの中に経由蒸気をこう染み込ませてやって。で、投量比があたかも上がったような状態にして、で、着火燃焼もしやすくすると。まあちょっと平たく、えかげない言い方ですけど。まあ、そういう,う効果を狙ってるんです。ただ、あの、あんまり広げすぎるとうまくいかないというところが問題。<laughs> そもそもそそ着火の安定性がくくなくなるとということですそれならというんで噴射を2つに分けて前側で軽油蒸気を天然ガスや本号の中に広げといて2発目で火をつけてやる2発目はまあより TDC に近いところで吹くので火がつきやすいですねでこれで着火の安定性を確保してあげたいということだった わけですでそれでまあ,あのやってみると、この学生さんの考案だったと思いますけど、えー、例えばこの青い線のようにあ、これは1段目の噴射時期を40度 TGC より手前。このまま放っておいても火つかないです、これはね。2段目を吹かないと。で 2段目をこれこれのタイミングで吹いてあげると、まあ、全体的に見てノックスを非常に低く、ちょっと見にくいですけど、この星印が単断で噴射をしたとき、まあ、ノックスが低く THC も低く、また高いけど、まあ、あのお望みの方向に持っていけたということになります。こういう燃焼 どんな燃焼なのかっていうのを RCEM で調べていったわけです。これはこの度終了する学生さんの修論の内容になります。ボトムビューの圧縮膨張装置、これを使って、えーまあ、下から内部を除くわけですね。でしかも シリンダーヘッドのこの面ですね、触過面を鏡面に仕上げておいて、そこで下から平行光を入れて、そこで反射させて戻ってくる、シャドウグラフの、反射型シャドウグラフの形をとって、軽、え、油、ー、蒸気を可視化する。というようなことをしました。 もちろんあの不機炎も、機炎はまあ何もせんでも映るんですけど、不起も可視化できるということをしました。これは動く、あ、動くか。細かい条件はまあよしとしてですね、これ、1回、2回ふ吹きます。先ほどの二段分射ですね。で 1>, えー、1回吹いたやつが見えなくなりますけど、これは蒸気が薄くなっているからです。何も見えてませんけど、もともと天然ガスや混合器がこう入っている状態ですね。2回目を吹きますと、まもなく火がついて、気炎が見えるし、その周りに不気炎が広がっていくのがこう見えています。 まあなんか噴霧の形に最初発熱がこう始まって噴霧と噴霧の間が埋まるようにこう燃焼が進んでいくというような高温部が広がっていくというような、まあ、そういうものに見えます条件を変えて 2, 2発目の噴射を早くする違うかあ早くするかマイナス30度とマイナス20度で噴射をするとまた違った燃え方になります 今2発目の噴射が終わりました。こうだいぶ時間経たないと着火しないんですけど、着火しました。なんだこれっていうような、どことも言わずこう、えー、炎が現れるというような燃え方になります。まあ、あのー、これまだこっから先、 結局どういう燃え方をしているかの理解とそれをどういうふうにモデル化するかというところにまだ研究の余地があるといえばあるとうんですけど、まあ、その元になる映像が取れているということあの横ん号機の燃焼と経営の燃焼というかハイブリッドになっていて、まあ、燃焼をこういろいろに制御できる可能性がある そういう燃焼であるということですが分かっている。これが最後になりますけど、シ i p 革新的燃焼技術プログラムというのは2014年から2018年までありました。えっと、プログラム全体の狙いとしては、乗用車用エンジンの熱効率を50% パーセントにまで高めるあもちろんこれは賞味熱効率ですね。でそ,れそのための要素技術を研究し開発するという。で産官学連携のもとで研究開発をやってでプログラム後も産学連携を持続させる。まあ、こういったあの狙いを持って 始まった国プロですで。中身としては、そこのカッコ2のところに書いてありますけど、4つのチームを編成して研究が行われます。ガソリン燃焼。 ディーゼル燃焼ここをまあ我々が中心になってやらせてもらった。損失低減というのはこれはまあターボの高効率化とか熱電発電とかまあそういうようなのです。制御 CA はまあこれエンジン制御とそれからまあ CA というのはまあエンジンシミュレーションの高度化みたいなですね。まあ、実際に高度を開発したということ。プレイヤーになったのは大学。 あるいは、公的研究機関の研究者。で、これをアイス自動車用内燃機関技術研究組合。えっ、ー、と、主だったっていうか、すべてのまあ自動車メーカーが加盟する技術研、共同研究組合です。ここがサポートしてそれから、共用設備を備えているような研究拠点を まあ、それぞれガソリン、ディーゼル損失制御を作ると。我々のところは、ディーゼルテストベンチを堀場製作所、ここのまあ京都の南ですね、の中に、えー、場所を借りまして、そこで、えー、実験をやっていました。えっと、これがあのディーゼルの燃焼を担当したチーム、ちょっとごちゃごちゃしてますね。 日本語バージョンが見つからなかったんで、何,何個ありますかね。15か16ぐらいかな。もうだいぶ忘れてきましたけど。まあ、あの、日本の主だった大学の研究者が集まって、 えーまあ、熱効率向上、まあ、上に書いてありますけど、熱効率とか CO2 低減とか、それにつながる、えー、技術、まあ、そのために研究をやってきた。で、まあ兄弟は我々のところが、えー、一応リーダーになっていて、大変な目に遭ったというまあ話。まあ、細かいところはもう説明はしないんですけど。 まあこういうあの左側にこう研究テーマと書いてあって、そこにそれを担当する大学名が書いてあります。まあ、こういうふうにあのグループごとにこう分けていって、それぞれの担当を決めて研究を進めていったというわけです。我々のところは、この、これ高校率年焼の実証とか書いてあるんですけど、 これ何したかっていう、熱効率が50%に達したかどうかっていうあの、もちろん短気筒エンジンでやるので、あの実機ではないから、読み替えがあるんですけど、実際に実験データを出して実証するという仕事をいただきました。研究もしながらです。これはあの、えーと、この間でもないか。 自議会の週期大会2020年、ね、えっ、ー、と発表した内容になります。この熱効率50%超えを実証する試験。まあここに取り入れた技術のことがこう書いてありますけど、まあこの内容を、まあこの <laughs> こうざっと見て、まあエンジンやってる人とうやったらおわかると思いますけど。 そんな飛び道具みたいなものはない。これ結局、まああの、我々研究者です、ね、がこういう熱効率を追い求めたあ、まあ、こう研究をやろうとすると、特にこのディーゼルの場合、まあ、ディーゼル、ガソリンもそうかもしれないけど、場合は研究をやって、で例えばまあ熱効率が上がりそうだという何か 原理を見つけるその次にはデバイスを作るという段階があるんです。でこれをこの5年間ほどの短い間でできるはずがなくってやっぱ今文句言うてるんですけどぼやき言うてるんですけどそこのところの,あの見込みっていうのがついてなかった。といまあ,あのアイデアはいくつか出てきたんですけど結局はデバイスの問題でそれを形にはできない。 というところ結局、我々のところで既存技術を組み合わせて、ああ、だらほうだらってやって、で、なんとか数字だけは出せる。っていうようなこと。今だから。これは、あの、堀場製作所に置かしていただいてた、いただいてたっていうのは、もう、今年度いっぱいで撤収ということになりました。エンジンテストベンチまあ、こういう、 アフター近接アフター噴射とか、ああデバイスの話しましたけども、270メガパスカル、本当に吹いていいかどうかまあ,あれなんですけど、吹いた結果壊れなかったから大丈夫だと思うんですけど、270メガパスカル噴射圧レベルのえーピエゾ型の高音同のまあ噴射弁を幸いに使わせていただけるということに なったので、まあ、それを使って例えばこの近接アフター噴射のようなことをやりながら、まあ、普通はあのすすを減らすっていう着目点なんですけどこれは熱効率を上げるのに使うというようなことをやったといていった道筋を示しているグラフ この,このまま公表してないんですよ全然しててなないいでですすよ全然けれ何を書いてるかっていうと横軸に取ってあるのは東洋度ですね、えー、学生の皆さん知ってますよね東洋道まあオットサイクルにどんだけ近いかっていう指標ですね下側の縦軸はこれは図紙熱効率まあグロスですのでえ吸、ー、廃工程が入ってない 上側の段の縦軸が冷却損失ベースって、今ちょうどカーソル当たってますけど、ベースっていうところから始まって、最終的にはどっちの方向を持っていくかっていうのはお分かりと思いますけど、東洋度を高く、冷却損失を減らすっていう、そういう方向に、まあ、ってるわけですね。いってるんですけど、細部を見ると、右往左往してるのか わかると思います、まあこれあの投入するいろんな使う技術っていうのは入れる順番を変えるとまた変わることであるしこんなことをつ続けながらあのやっていたと。で右側にまあ書いてありますけどまあ企業の苦労が一部上がったというのはちょっと前あ,のあれなんですけど研究的な要素を 見つけながら、あるいは計画の段階で見つけておいて、で、数字も追いかける、効率を追いかける。これは非常に難しい話であって、短い年数でできることだ。というぼやきを申し上げておいて、これで終わりです。最後もちょっと死に滅裂なことを書いてますけど、えっ、ー、と、 この先ほどのこのシップのプログラム、まあ、これが終わった後も産学連携を続けるっていうことで、現にまあ我々のところもアイスと共同研究もやってるわけなんですけど、この産学連携の持続っていうところに相当する、えーまあ、学の側の、えー、なんて言ったんですかね、連合とかいうとなんか、 学生運動してるのかと思われるんですけど、まあ、集まりをコンソーシアムという形で今作っていて、ゼロレミッションモビリティパワーソース研究コンソーシアムですね。産総圏の中に作っています。で我々がちょっとか幹部っていうか <laughs>、を務めてまして、まあ、あの、<laughs> 共同研究を産学連携でこれからもやっていこうということを言ってるわけなんですが、 まあそこでいつも悩ましいと思ってるのはやっぱりこれいつまでエンジンっていうそういう疑問です。でそこに対して言われてることは乗用、まあ、車などは電動化されてもそこにはエンジンがあると、まあ、ハイブリッドのような形である。 それはあの私としても多分そうだろうと思うんですけど世の中そういう方向に行くかっていう話があ、まあ、多分にその政策的なところが多くって、えー、結局ハイブリッドは締め出す要するに打ってほしくないという、まあ、そういうような動きが出てくると本当はこうあるべきという姿ではなくなってくるてことは。す。 エンジンをやってる人に対して乗用車用のエンジンだけがエンジンじゃないと。まあ、こういうようなことも言います。言いますけど、こういうことを言うには、その次に書いてあることなんですけど、まあ、エンジンと燃料を組み合わせで考えないといけないと。この燃料というのは右に書いてあるように CN と書いてあるんですけど、カーボンニュートラルの燃料であるべきです。で、これをエンジンとともに考えていかないといけない。でしかも、 乗用車とそれ以外、トラック、バス、検機、農機船舶、これ別々に考えてたんじゃ多分なめですよね。今のことを考え、今現在のことを考えると、あの原油から効率的にガソリン、軽油、重油、そういうものが同じソースから、ま、あの作られていてで、非常に合理的なので、 まああの収支を合わせながら値段も安くということができてるはずこういう仕組みをこれから先はそんなんじゃなくても崩してしまうんだというふうにやったらそれでいいんですけど果たしてそれでやっていけ,いけるかという少なくともトラックにはこの燃料元気にはこの燃料ですそれぞれが別々にやってたんでは多分もうこれから先がなくなるだろうと思ってます。 全然違う話ですけど、えー、と自分自身の反省から思う研究者としての心の持ちようということなんですけどさっきの湿布の話とちょっと関連しますが役に立つものを作らないといかんというのは、まあ、工学畑で働いている我々の、まあ、使命であるとただあの素直に知りたいと思う心を忘れるなということですね もう一つは、あの、下の映画ですね、これもう何年前かも忘れましたけど、うん、機械系の同窓会の景気会の総会で一回話をしたことがあるんですけど、これちょっとまあ学生さんにはちょっと失礼かもしれないけど、最近の学生さんはっていうような話をしたことがあって、例えばですよ、ここに書いてあるように実験装置が初めてうまく動いたとき教員はこの左側のような心持ちなんですよ。 飛び上がって喜んでるわけですね。実際に飛び上がらないですけど、嬉しい。学生さんは右の絵のような。これ何かわかりますよね。馬に、馬の耳に、猫にっていう。まあこういうような。あの、みんながこうだと言ってんじゃないです。言ってんじゃないですけど、期待を込めてですね。単純にこれ面白いなと思って、 できたら単純に感動すると。あの、いろんなことはあるけども、結局ここから始まるんだというふうに私は思ってるんで、これを心の持ちようとして、えー、ぜひ忘れないでほしいなと。最後ちょっとだけいいこと言うと、い <laughs> <laughs> すけど。えっ、ー、と、私からの話は以上です。ありがとうございました。